サー・ジョン・ソーンズ美術館正面美術館内部の彫刻ギャラリー。最高窓のある天井が設計の特徴であるサー・ジョン・ソーンズ美術館は、イギリスにある建築の美術館、博物館、新古典主義の建築家だったジョン・ソーンの邸宅兼スタジオを利用している。ソーンが手掛けた建築に関する素描、図面や建築模型、さらにはソーンが収集した絵画や骨董品類を所蔵する。 ロンドン中心部のホルボーン地区、リンカーンズ・ウィン・フィールズを見渡す位置にある。ロンドンで最も小さな国立美術館であり、文化、メディアスポーツ賞の講演を受ける秘書公共団体である。18世紀から19世紀にかけて活躍したイギリスの建築家、ジョン・ソーンの旧邸宅を用いた美術館、博物館である。ソーンの個人的な趣味により収集された。 美術品コレクションを展示している。その外見は、平凡なジョージアン様式建築で、入り口が小さいため、注意していないと博物館とは気づかない。古代の建築の破片、石堀をはじめ、多種多様な美術工芸品、考古学的な骨董品、絵画作品などの展示品を収蔵している。建築を一種の総合芸術に高めることを目指した。 ソーンは建物の内部自体を私的な空間とすることを目指した。そのため、体型立った収蔵、展示方法を取らず、あまたの展示品を混合させることで、時代やジャンルが複雑に絡み合った空間を創造しようとした。そして、建物内部の設計自体もソーンによる建築芸術作品である。その特徴としては、数多く設けられた最高用の天窓や、 窓、多彩な色合いのガラス、そこを通過する光を反射し、奥行きを深めるために設置された無数の鏡などが挙げられる。これにより建物内部に自然光が満たされ、私的な空間が演出される。こうして生まれた複雑な美的空間を、ソーンは建築や絵が彫刻を学ぶ学生のために開放した。現在、歴史的建造物、グレード1の認定を受けている。 美術館内部は、決して広くはなく、展示品が所狭しと並べられているため、現在では、1回あたりの入場者数を制限している。見学希望者は先に入った見学者が出てくるまで、入り口で待たねばならず、カバンや荷物を入り口で預けなくてはならない。また、毎月第1火曜日の夜には、ろうそくの明かりだけで展示品を鑑賞する、キャンドルナイトを開催している。ホガース。 宝刀一外機、第二図、1733年。父親の遺産を相続し、不合生活を送るトムが、取り巻きに囲まれる、ホガース、宝刀一外機、第八図、1733年。すべての財産を食いつぶし、精神病院で朽ち果てるトム・ソーンのコレクションの大部分を占めるのは、古代エジプト、古代ギリシャ、古代ローマの建築物の派遣や装飾品などである。 石細工、石彫りをはじめとして、ブロンズ作品、テラコッタや陶磁器、宝石、中世のステンドグラスなどがコレクションに並ぶ。絵画コレクションは16世紀から19世紀までの油彩、水彩、素描作品から成り立っている。その中でも最も著名な作品は、ウィリアム・ホガースによる発展の連作油彩が、宝刀一大機と1754年の オックスフォード議会選挙に取材した4点の連作輸彩が選挙である。特に道楽息子が父の遺産を食いつぶすまでの人生を物語的に描いた宝刀一大器は同版画として広く一般に流布した非常に有名な作品であり、本美術館の目玉展示品とされる。1802年、ソーンはこの原画発展をクリスティーズのオークションで 570ギニーで落札した。さらにコレクションはおよそ3万枚の建築図面を要し、これらは、ソーン自身も教授を務めた、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツでの講義に活用された。まず、ソーン自身の素描画8000枚を数える。その他に、ジョン・ソープによるエリザベス朝建築の図面集、新古典主義建築のロバート・アダムのドローイング、ウィリアム・チェンバーズのドローイングなどを含む。 地下室に展示されるセティ一世の石棺。イラストレーテッドロンドンニュース、1864年。さらに、ジョバンニ・バッキスタ・ピラネージがパエストゥムを描いた、インクと水彩によるオリジナルスケッチ15点が、絵画ギャラリーに展示されているが、この古代都市の廃墟を描いた幻想的な作品は、建築素描コレクションの中でも、特に高い価値を有すると評価されている。 1778年、留学中のソーンは、最後の作品、パエストゥムを制作中だった、最判年期のピラネージとローマで面会し、多大な影響を受けた。後にソーンは、ピラネージの版画作品の大部分を購入している。その他の絵画コレクションとしては、ソーンの親友であったジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの、 油彩画と水彩画、カナレットによるベネチア風景画の傑作3点なども収蔵している。一方、近代彫刻としては、ソーンの同時大臣の共造作品などが見られ、ジョン・フラックスマンの石膏、テラコッタ作品を含む新古典主義の彫刻コレクションも用している。他に特筆すべき収蔵品としては、紀元前1370年に古代エジプトで作られた セティ一世の石化石膏の石棺がある。ソーンが埋葬室と呼んだ美術館地下の部屋に安置されており、この石管がコレクションに加えられた時、ソーンは3日間にわたる宿宴を開いた。朝食室の様子。イラストレーテッドロンドンニュース、1864年、本美術館は、その建物の内装自体が建築家、ジョン・ソーンの思想を表す建築美術作品である。 その中でも最も特筆すべき箇所は美術館の後部に位置している。主となるのは最高要天窓を備えた空間であり、これはソーンが考案したイングランド銀行のホールの独創的な最高技術を示すミニチュアとなっている。また、独創的なデザインによる絵画ギャラリーの壁は作品を収めるための折りたたみ式パネルを備えており、通常収蔵できる点数の3倍の作品を 展示している。パネルの内部には、ピラネージのパエストゥムなどが収蔵されているが、これらの見学を希望するときは、係員にパネルを開くように希望を伝え、一定数の見学者が集まるまで待たなくてはならない。建物内部には、ハンダースのリビングルームが設けられ、その多くは非常に珍しい設計となっている。特に、朝食用食堂の突面鏡がはめ込まれた。 半球形のドーム天井は世界中の建築家に影響を与えた。図書室はゴシック様式の影響を反映し、鮮やかなポンペイの赤で装飾されており、研究室にはローマの建築物の破片類が所蔵されている。二つの中庭には多数の建築物の断片が保存されているが、パスティッチオと呼ばれる石柱を有するモニュメントコートは古典主義様式を例示し、 ウェストミンスター宮殿からもたらされた中世の石彫り在庫を多く用するモンクスヤードはゴシック様式を示している。ジョン・ソーン邸のファサード。1812年頃、ロッジアには後にガラス窓がはめ込まれた。現在の美術館正面の画像と見比べてほしい。ソーンは妻のおじの遺産を相続した後、リンカーンズ・イン・フィールズ北側にあった三軒続きの家屋を購入した。 そして、美術品のコレクションをはじめ、家屋を取り壊しては、彼自身のデザインで建て直していった。まず最初に1792年から1794年にかけて、ソーンは、当時特有の質素なレンガ家屋だった、ナンバー12の再築に取り掛かった。1806年、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの建築教授に就任した、後、ソーンは隣屋のナンバー13を購入。 この家屋が1808年から1909年にかけて及び1812年の2段階に分けて採築され、今日の美術館となった。1808年から1809年にかけてソーンは建物の裏手の馬小屋だった場所に、主に最上部の照明を利用する形で、製図室と博物館を建築した。1812年にはその全面部分を改築し、 ポートランドストーン製のファサードを地下と1階、2階、そして3階の中央張り出しに続く形でも設けた。ここは元来3層のロッアを備えていたが、この箇所のアーチにソーンは生涯ガラス窓を設置し続けた。ソーンがナンバー13に移り住むと、彼はそれまで住んでいたナンバー12を賃貸に出した。このナンバー12は彼の死に際して、 ナンバー13と共に国家に寄贈された。これは、賃貸収入が博物館の運営資金となることを、ソーンが意図したためである。ナンバー1三ンンの採築が完了した後、ソーンはこの建物を建築研究所とみなし、絶えず内部を改造していった。1823年、彼が70歳を越した時、3番目の建物であるナンバー14を購入し、 翌年にかけて採築した。これにより、ナンバー14の馬小屋だった部分がナンバー13に連続した絵画ギャラリーとなった。3番目の建物の玄関は、他の建物の玄関とは別個のままとされ、内部でも他の建物には繋げられなかった。また、この建物自体も投資のために貸し出された。美術館は、ソーン存命中の1833年。 個別法律により創設され、1837年の孫の死をもって、正式に運営が開始された。この個別法律により、ナンバー13は、できる限りソーンが死去した、当時の状態を保持することが求められ、ソーンの死後、建物が改築されたことも、コレクションが増加したこともない。ソーンには直接の遺産相続人である息子ジョージが、いたが、ジョージは、 ソーンの仕事を継ぐことを拒絶し、ソーンに認められない結婚をしたため、父子の間には生涯の確執を抱えていた。ジョージの方でも父を批判するために、日曜新聞のための、不正者、ペテン氏、模倣者と呼ぶべき、ジョン教に関する匿名の批判記事という文章を発表している。ジョージは、法律上、ソーンの遺産の所有権を主張できた。 ソーンは息子の相続権を奪うために、不代送電の基本法を逆にしようと試み、長期の議会運動を続け、美術館のための個別法律を成立させたのだった。19世紀の終わりまでにナンバー12の広報の部屋とナンバー13の美術館をつなげる作業が終わり、1969年からはナンバー12も学術図書館及びオフィスとして、 美術館のトラストより運営されることになった。また、1995年以降は特別展会場、ソーンギャラリーとして運営されている。トラストは、ソーンの遺産により独立運営されていたが、1947年、サージョン・ソーンズ美術館は、国家の建築研究センターとなり、文化、メディアスポーツ賞を通して、英国政府から補助金を受け取ることになった。 1997年には文化遺産宝くじ基金の援助を受け、トラストはナンバー14の残り大部分を購入した。2006年には教育的活動を拡大するために建物の修復作業が行われた。ソーンの意思により美術館にはキュレーターと調査官が設けられた。建築士屋のジョン・サマーソンは1945年から1984年に かけて、キュレーターを務め、その主なる機関、ドロシー・ストラウドの補佐を受けた。サマーソンの後任として、ピーター・ソーントンが、ビクトリアアルバート博物館より転任した。ソーントンは1995年に退官し、ストラウドの後任の調査官であった、マーガレット・リチャードソンが、初めての女性キュレーターとして着任。彼女は2005年までその任にあった。 サージョン・ソーンズ美術館の現在のディレクターはティム・ノックスであり、彼はキュレーターという名称を用いることを中止した。ロンドンバスのルート521及び X68 は月曜日から金曜日のみの運行。ありがとうございます。